そういう議論をやはりその一からやるしかないというか、それはその要はどうやったってできないとなれば、それは原点に戻るしかないのですが、原点に戻るということを、まあ、言い方を変えればね、安全保障そのものを考える、公平的に考える、つまり、まあ、私の人生観みたいなもんですけど、相矛盾する問題を抱えてニッチもサッチもいかない時にどうするかっていうと、もう一つ高い視点から物事を見直すわけですが、で一体何が解決とは何なのということをもう一回考え直す、つまり今やってるのはこの普天間をどっかに移さなきゃいけないって、そこをこう考えてるわけです。でそれは地元の反対もあり、アメリカの不同意もありということで、ニッチもサッチもいかない、しかし普天間に落ち続けるわけにもいかないという矛盾を抱えてるわけですね、はい。でそれはじゃあ本当にこの問題の本質は何なのかと、どう解決すればいいのかっていうのは、それをもう一つ高い視点から見るというのが、まさにその安全保障っていうとちょっと広すぎるけれども、さっきのじゃあその抑止力という観点で、あるいは対中軍事バランスという中で、あるいは北朝鮮アメリカ軍の、グローバルな役割をどうサポートするかという文脈で考え直す必要があるんだろうと。ただその時に冒頭に戻りましたね、やっとところがね、やはり一つ、政権にとって私はちょっと気の毒だと思うのは、そうやって考えれば考えるほど沖縄でなければならないことには多分そうはならないだろうと。米軍のこういう機能は大事だ、こういう部分が必要だっていうことを考えていくと、はい、それは確かに必要だねと、それはこの辺にアジアにあったらいいかもしれないということまでは言えるけれども、なぜピンポイントに沖縄県でなければならないかというのは、それはまさに今までの、その占領されてた時代からの行きがかりでそうなっている側面があるわけですから、それはやはりそれだけでは、つまりその安全保障論をやっただけでは、やはりなかなかまだ解決は難しいんだろうという。だからその先どうしていけばいいのかというのは、これはもうだから私はもう今そういうところでもう責任を持って、自分自身がリスクを背負って動く、そういうポジションではないのですね、やはり軽々しく言うつもりはないけど、いずれにしても、なかなか難しい。しかし少なくともその戦略面でも政治リーダーが戦略面での確信を持たなければ、ね、いずれにしたって解決にはいかないと、そういう類の問題だと思います。昨日の精神しますと、今のこの膠着している問題、これはなかなかおそらく見通しとしては解決は難しいだろうと。そしてもちろん一段上の立場から安全保障問題自体を根本的に見直す必要が、それが必要だと。そうして見たときには、必ずしも沖縄にいなければいけないという軍事上の合理性とか、あるいは蓋然性とか必然性というのはあるわけではない、沖縄でなくてはいけないわけではない、それは私の意見だから、それは違う意見でね、そのようなそういう沖縄だという結論になったって、それは構わないし、言うこともあり得るだろうと、つまりそこがあくまでも本質なんで、じゃあ環境に配慮しますとか、いや国の安全保障のためにダメだったら環境よりも優先してもらわないと困るんです。そこはだ、そこに本当に確信があるんだったらね、そういう説明をすべきなんで、そこがまさに言われたように、そこがうさんくさいもんだから、いや少なくとも環境に配慮するからいいじゃないですかというような、そういう話になってるわけですね。そんなことだったらもう最初からやめろよと言いたくなる、ということだと思います。そうしますとね、ちょっと国内の他府県は非常に難しいという話もありました。となると先ほど、伊波さんの話とか川内さんたちの話を、出しましたけれども、彼らが一つ提案されているように、ガンテニアン、この人たち、市長たちは兵隊が来ることを歓迎しているわけですね。 できれば日本にインフラを整えてもらいたいと思っています。アメリカは予算つけてくれないものですから、日本にインフラの整備の予算を出してくれないかと、ある種陳情に来てるわけですね。今日来てますけれども、そうした要望も聞き入れた上で、アメリカも納得してもらった上で、国外、ガンマで退いてもらう。でただし先ほどお話があったように、相手国、仮想敵国というふうになぞらえていいかどうか分かりませんが、中国の脅威とか北朝鮮の脅威もある。それと彼らに退いたよというメッセージを与えることは必ずしもよろしくない。となると、このある種の空白が生まれるのであれば、
これはお話の中に、出てきてますけれども、日本という、日本国民、それから日本政府自身がですね、自らの国土と国民と生命財産を保有する気概を持つということであれば、この空白、生じるかもしれない空白は日本の自衛力、自主防衛、その自らですね、自らを守るという気概で、その防衛力の整備によって補えばよろしいんじゃないのかと、こういう議論も成り立ちうると思いますし、かつ先ほど言ったように、仮に尖閣という具体的なところを挙げますけれども、尖閣での問題が生じたときには海兵隊は人に第一義に動くわけではない、日本の自衛隊が行かなきゃいけない、これは岡田大臣に私記者会見で何度となく質問して、大臣がはっきりと第一義的には自衛隊が行きます、で海兵隊は行くわけではないということをお認めになっているんですね。でだから防衛力、防衛大綱にあるように防衛力の整備をしなきゃいけないとは言っている、などとおっしゃってるんです、だったらそのどうにもこう解けない解であるならば、米軍の全てを移設するわけではありませんから、あの空軍は維持し、でも海兵隊を一部下げて、そしてこの空白部分をですね、きちんと日本がですね、自らやる、自主防衛するということが一番か、あのなんか答えを聞いてです、あのとしてはすっきりする気がするんですけど、これはどうお考えなんですか。いや、それはですから、あの自分成り立つ考え方だと思いますけど、それはそのいや、私はそもそもあのなんて言うんでしょうかね、尖閣を占領しに来ることの軍事的な意味がどれだけあるのか、そうです、そしてあそこなんかその飯の食えない水物ぐらいのことみたいなのを挙げてね、爆弾一発落とすと全滅されるようなそういうね、コストの高い軍事作戦、私が中国軍の司令官から絶対そんなことは命令しませんけれども、それはさておいて、そこが心配だというならおっしゃるような、そこは自衛隊がやるというオプションは当然あるのでね、でその時にじゃあ自衛隊が今の陸上自衛隊の数では間に合わないというならそこを増やすなり、あるいは間に合うんだったら、どっかから転用するなり、そういう議論はそれはあり、当然あり得ることだと思いますね。でその時にだから、あのいやそういうことは成り立つんだろうと僕は思うけれども、それを実現するためにそういうものすごいその政治的なエネルギーが必要なことですよ。それはね、それはもうじゃ あの、それこそアメリカに日産してそういうことを大臣日本の自衛隊とちゃんと議論して本当にお前らでやれるんだなっていうことを確認し合ってですね、そういうね、それをもうそのためにあの、大変な自分のもう政治的なあのリスクも抱えながらそういうことをやっていただければいいので、それをやらずしてその知事さん呼んできたりね、それから官邸に陳情書を届けたり、そんなことでも思うと僕らではないので、あの政治っていうのはそういうことをしっかりやってもらいたいと思います。十分可能性あるけれども、戦後のこの65年の歴史を見ると、やはり一方ではあの憲法の制約があり、そして他方ではアメリカに恩恵に抱っこになってきたという、こういう非常にいびつな安全保障の在り方、そのものがですね、もう一度本当は問い直さなくちゃいけないということですよね。そういえばそういうことで一つのきっかけになり得たんじゃないかと思うんですよ、だからせっかくこじれたんだからそういう議論をちゃんとしましょうよというのが私の提案。